何しようかしら。くそ、逃がしたか。人間、お前は帰れ。お前は役に立たない。ペースはそのままで行く。勝手についてこい。よし、痕跡が続いている。しかし吹雪がこんな調子では、急がないと痕跡が全部消えてしまう。疲れたか、人間。ちょっと休もう。いや、休む。私も整備が必要だ。よし、なんとか動けるな。ちゃんとした整備を受けてないからな。覚えていない。第一次ラプチャー進行の時からだ。少なくとも数十年は経っているだろう。これ以上は聞くな。もう話したくない。ところで、お前は何者だ。なぜトーカティブに捕まったんだ。何かあるみたいだな。まあ、あの巨星からしてただ者ではないだろう。まだ混乱しているようだな。私も奴らのことはよく知らない。一つ確かなことは、奴らはクイーンの直属であり、奴らの後を追いかければクイーンに会えるということだ。ラプチャーの女王だ。それを倒せば再び人間の時代が来るだろう。吹雪がひどくなる前に出発しよう。視界が悪すぎる。人間、ちゃんとついてきてるか。そう多くの指揮官を見てきたわけではないが、こんなに無茶苦茶なやつは初めてだ。最初はただクイーンに会うために手当たり次第ラプチャーを見つけては破壊した。進展があるわけがない。ラプチャーは言語はおろか、内部データもごく普通のものだった。そんな中、偶然出会ったんだ、トーカティブ。多分私の記憶が正しければ、アークから大きな光の柱が上がった日だったと思う。そう、あの日アークの近くで出会った。喋るラプチャー。突然希望が見えた気がした。クイーンに関する情報を引き出せると思ったからだ。しかし奴は狡猾だった。あの手この手で逃げてしまう。そのおかげで今まで一度もまともに話したことはない。今回こそはと思ったが、予想もしない奴が出てきやがった。裏切り者だ。敗北者でもある。奴らに関してはあまり長くは話したくない。一つだけ確かなのは、あいつらは間違いなく人類の敵だ。そしてクイーンにたどり着く鍵でもある。話が長くなってしまった。ペースを上げよう。くそ、吹雪が。早くしないと痕跡が消えてしまう。もう少しペースを上げて。おい、大丈夫か。帰る。今は帰りたくても帰れないか。適当なタイミングで捨てておくべきだったか。まだまだだな。一ミリも成長していない。地上で長く過ごしてきたとはいえ、私はニケだ。死にかけている人間を捨てることはできない。かぶれ、発熱マントだ。人間にはちょっと暑いかもしれないが、今の状況ならちょうどいいだろう。それこそがここまで私がやってこれた原動力だから。ない、私たちは何も達成できていない。そんなことは望んでいない。慰めからの歓迎なんて私たちには無意味だ。否定された気持ちになるだ。私たちは失敗してもよかった。そんなに頑張る必要はなかったんだ。そういう気持ちになるだ。そうはなりたくない。そして私たちはアークを知らない。言葉通りだ。私たちはアークを知らない。
どんな世界なのか、どんな環境なのか、全く知らないんだ。だから私たちはアークには行けない。行きたいかどうかすらわからない。私たちはただ死んでしまった地上をさまよい、儚い希望を探し求める巡礼者に過ぎない。見つけた。ヘレティックとトーカティブだ。トーカティブを修復しているのだろうか。仲間思いの奴らだな。狙撃してから一気に畳みかける。お前は隠れてる。なぜ分かってくれないんですか。いつの間に。あなたを逃がしてあげたのは私の慈悲だったのに。この世界を寂しくさまよう、その悲しい限りの運命に送る同情だったのに。黙れ。あ、そういうことですね。あなたはその悲しい運命に嫌気がさしたのですね。だから私を探した。その運命を終わらせたくて。戯言はよせ、裏切り者め。ではあなたのその運命、私が引き取りましょう。ジバ、単身でこの密度は。単身でこの程度の武器とは少し驚きました。でもきちんとメンテナンスされてないようですね。かわいそうに。やっ、通覚センサーも故障したんですか。本当にかわいそう。あなたが人類のために献身した時間に敬意を表して、最大の苦痛とともに殺してあげます。下品な笑い方でしたね。どうです、耐えられそうですか。おい。はい、どうぞ。舌がかゆいな。ちょっと書いてくれるか。もちろんです。あっ、何をされているんですか。おい。はい、どうぞ。後ろ気をつけろ。はい。何ですかこれは。指揮官。師匠。指揮官様。遅くなり申し訳ありません。カウンターズ、合図を見て集結しました。指揮官様、ひどい格好ね。師匠。あと、あいつら何なの。まさかピルグリムとヘレティック。へえ、伝説の存在が一堂に会するなんて、どういうこと。指揮官、ご命令を。できたらね。ねえピルグリムさん、できる。もちろんだ。では行きます。エンカウンター。この風がどうか勝利だ。仕事が山積みなのよ。全部消え失せろ。この風がどうか勝利。そろそろ終わらせよう。全部継ぎ込み、全部受け取って。突っ込む。
機を伺う。この風がどうか勝利。仕事が山積みなのよ。全部吸い込む。そろそろ終わらせよう。全部つぎ込む。全部受け取って。この風がどうか勝利。仕事が山積みなのよ。全部吸い込む。また勝ってしまった。なるべく組織の目につかないようにしたかったのだが。おかしいですね。性能にしろ何にしろ、どう見ても私が優位なのは確かですが、なぜ互角になるのでしょう。さあね、私たちも知らない。もしかして自分を過大評価してたんじゃないですか。ん？プロテクターも。あら、やっぱりニヒリスターも一緒に来るべきだったでしょうか。あなた、心配なさらないでください。私があなたをお守りします。指揮官、ここにも包帯を巻いてください。ありがとうございます。もう全然痛くありません。包帯、嬉しかったです。ん？私のことですか？悪いですが人違いのようです。私はモダニア、クイーンに仕える。マリアン。不思議ですね。なんだかすごく懐かしい響きです。マリアン。シルバーガン分隊のマリアンと申します。よろしくお願いします。気がつきましたか。近くにあったバンカーです。爆発が大きすぎてみんなバラバラになっていたのを今ようやく集めたの。でも生きててよかったです。ヘレティックが起こした爆発でカウンターズおよびピルグリムが大破。現在力
近くのバンカーで救助を待っています。通信は依然として断絶状態にあり、外は吹雪がさらに激しさを増し、視野は1メートル以下です。私はあばら骨が破損し、コアを刺しています。移動不可能な状態です。アニスは骨盤が大破しました。移動不可能な状態です。ネオンは脊椎部分のスタビライザーが破損しました。移動不可能な状態です。ピルグリムは比較的良好ですが、片足が大破した状態です。同じく移動不可能な状態です。正直に申しますと、ありません。吹雪がひどすぎて絶えず地形が変化しています。まあ、きっとここでゆっくり死んでいくのね。無理です。外に出たら10分、いえ5分も持たないでしょう。指揮官の体調もお考えください。得策ではありません。絶対に認めません。指揮官を何度も危険な目に遭わせてしまいました。それなのに、そんな死と紙一重な状況に追いやるなど絶対にありえません。はい。はあ、私を信じるのか。お前たちを見捨てるかもしれないんだぞ。逃げてしまった方が目撃者もいないし楽だ。分かった。外骨格を借りよう。約束する。必ず助けに来る。ねえ、まずいわ。雪がバンカーの中まで入ってきてる。このままだとバンカーの中が雪で埋まってしまうかもしれません。ピルグリムが去ってからどれくらい経った？3時間。来ないね。まあ、理解できないこともないかな。ピルグリムは人間に捨てられたニケだもの。師匠、大丈夫ですか？体温が。ラピ、このままだと。みんな、指揮官を体で覆って、出力をすべてボディー温度へ転換するように。この状況で出力を切り替えたら私たちも長くは。いや、やるわよ。指揮官様が私たちより先に死ぬなんてありえないもの。はい。これ思ったよりちょっと恥ずかしいですね。指揮官、これでしばらくは耐えられま。指揮官、指揮官。何、どうしたの？体温が下がりすぎです。指揮官、しっかりしてください。指揮官。これはこれは熱い光景だこと。キャッ、恥ずかしいです。ルドミラ、大変だっただろう。私たちが来たからにはもう大丈夫よ。ここは